全く同じように扱うことができますので、当然 PS3D を行うことはこういう形で、まあ、3D エンジンとしてお使いになったことができると思います。でこういったですね、3D という機能は単純といえば単純なんですが、何かその画面が切り替わる時の一つの演出として 3D の効果というのはご利用いただけるというふうに思います。